おはようございます。しんのすけの新内ということで、今回もキングオブキングス高槻店にお邪魔してますということで、今回は大勝負ですね。はい、完全に大勝負。やる機種がですね、ビンゴですよ。おっかないですね。その怖さが楽しかったりするんですけれども、遡ること12年前ぐらいですかね。あれは13年前、12、3年前、初代ビンゴが出た時にですね、まだミリオンゴッドがあった頃ですよ、初代のね。なんかの企画で打って13万8000円というパチスロ史上最大負け額を喫したのがこれ初代ビンゴで、でまあかれこれビンゴチャンスを100回以上消化してようやく射止めたファッファ3桁 BC が、多分もうオンエアされてると思いますけど、ライター X とオンエアされてますよね。うん、あれが初めてで、ただあの時のもう13万8000負けだとは一回も触らなかったんでね、初代ビンゴは。あれから随分と相性の良さというのがね、認識できるぐらい10戦して8勝すごいでしょ。2回負けたのが7万5000円負けと6万円負けって、結構負けるときはいかれるんですけど、意外と継続率であったり、何であったり、あのゾーン狙いであったり、できますんでね。天井狙いっていうのはなかなかできないと思いますけど、割と立ち回りやすい機種でもありますんで、立ち回りでなんとかしてしまえばなんとかなってしまう台、それがビンゴだと僕はそう思ってます。ただ朝一から打つ台じゃないと思うんだよね。二の矢三の矢でビンゴっていうのは分かるんですけど、朝から打つ、ただですよ、今ある ATK の中でビンゴは、スーパービンゴは一番設定カンパしやすいです。はい、ですんで、あの高設定を普通に投入してるお店を見つけることができれば、まあまあ二の矢三の矢だいぶ楽ちんに放つことができるのかな。まあ、勝つも負けるもファファ次第、継続率次第なんですけれども、だ随分4号機時代の頃に戻ってきたのかなと感覚的には思いますね。はい、ですんで頑張りたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、大勝負です。苦しんで死ぬだな、94番。ビンゴやっちゃおっかな、ビンゴやっちゃおっかな。やっぱこれデータ大事だな。真ん中からいくか、真ん中かな、真ん中らへんからいくか。これウィンがついてんだよね。ちょっと気分悪いね。で、あの台は多分変速打ちしてんのよ、だから嫌だ。まあ、その説明もしましょうか。お、またこれか、いいね。はい、回りましたね。ビンゴ打ってきます。1台押さえたんですけれども、ウィンのところに1がついてたと、これおそらく設定リセット、リセットのありなし問わず前日の1枚の払い出しがあった場合は残ると思うんですね。ただ出目を見たら下段にボールが揃ってたっていうところで、リセットした後1ゲーム回した時に多少慌てて、まあ、大体左から押すんですけど、やっぱりこう流れ作業でいきますから、あーっつって中押しちゃって、下段に揃っちゃったのかなっていう恐れもあるっていうのでちょっと嫌がりました。はい、で、一応今日は7のつく日というところでは、末尾77というところを打ってきます。で、役物ビンゴ、この筐体すごく役物が外れやすくてですね、
割と20代に1台ぐらいこうやって焼くものが落ちてる台がありますけれども、あまり気にしないですね僕は。で逆にこれが暑かったりしますので、はい、行きたいと思います。はい、打っていきたいと思います。で液晶画面はリセットありなし問わず電源オンオフでこの画面にはなりますね、 37F には。でビンゴのゲーム性改めて解説しますけれども、ビンゴチャンスと呼ばれる AT ですね、33ゲーム1セットの AT で継続率管理最大継続は 95% なんていうのがあるって話ですけれども、で継続率引っかかってれば33ゲームのビンゴチャンスがループしていくっていうところなんですけれども、33ゲームのビンゴチャンスのうちの全体の 4% ですね、いわゆる3桁 BC、4桁 BC と言われているスーパービンゴチャンスがありますの場合は、カウントダウンで33で止まったとパッパして、111222333もう再現なしでいくっていう、そこの 4% をいかに引けるかっていうところがポイントになってくるのかなと。もう一つはさっきも言った通り継続率ですよね、高継続率 50% 継続 60% 継続っていうところをきっちりとループさせて4連5連でまとまった出玉を得ることがビンゴで、安定した結果を残すためのポイントなんじゃないかなと思います。じゃあいつビンゴチャンス AT の抽選が行われるんですかっていうところです。一つはゲーム数の周期に到達すると AT が抽選される、専門的に周期抽選と呼ばれているものですね。周期抽選でこれゲーム数で周期がありますから、33、77、111、222、333、444、要はゾロ目ゲーム数で AT 抽選が行われる。でその際の AT の当選率ですけれども、設定差があるのはもちろんのこと、内部的な高確率状態と低確率状態でも設定差があります。おおむね高確と低確を鳴らした AT 当選率は7分の1っていうふうに言われてますね。だからパーセンテージに直すと何分の1だ、 14% ぐらいですか、7分の1。ただそれって定格と広角を合算した 大雑把な数字であって、広角であれば実は、周期抽選すれば AT 抽選すれば30% から 40% 強で当たる。だからいかに広角に滞在してられるかっていうのも一つのポイントになってきます。で周期抽選以外、まあ、要は決められたゲーム数に到達することで AT 抽選が行われる周期抽選以外に、ここからそれのチャンスになるんですけども、チャンスゾーン、ザ・セグって呼ばれてるチャンスゾーンで当てるってこともありますね。あったよお前、じゃあ高確率状態にどうやって上がるのっていう話ですけども、よく目にするのが真ん中に揃う中段ボールゾーン、共通ベルですね、いわゆるこれが揃った時のおおむね何パーだったっけな、3割前後 30% 前後で、内部的な広角に上がると。であとは強弱あるチャンス目ですよね、チャンス目でも上がります。なので通常時はまず真ん中にボール揃うかチャンス目引いてって話ですよね。これ瞬詰めで全長の可能性のある出目なんですけど、
全長に入ると例えば同じ同色のボールが揃ったりこういうリーチが来たりっていう特徴があります。こういうんですよね。ただ全長を示唆してるだけで実際に全長かどうかっていうのはまだ分からないですね。で今77ゲームゾロ目ゲーム数なんで、一応周期に到達して内部的に AT 抽選が行われるぞと。でその際は最短で8ゲームの全長、最長で32ゲームの全長に行きます。で今ロングリーチっていうのがかかったんですけども、AT 抽選が行われれば必ず全長に行ってこういう形で最後クライマックスでロングリーチが発生すると。ね、今81ゲームで7、8、9、10、11、おそらく回してますね、この台で。ここでポイントです。もうビンゴを打つ上で一番のポイントきました。内部的に AT 抽選が行われると同時に AT 抽選が集中して行われる集中モードと呼ばれているところへの移行抽選が行われます。でこの集中モードには A、B、C、D、E 5段階あるんですね。 A より B、B より C、 要は一番上の上位モードが集中モード E と呼ばれているモード、文字通り E モードなんですけど、高設定になるほど集中モードの上位集中モードに移行しやすいという特徴があります。で上位の集中モードにいるとどういう特典があるか、一つは上位にいるときほど AT 抽選しやすくなります。はい、なるほど。ちょっと今謎くんの喋ってて謎くんなんか引いてないよ。延長っぽいね。あ、全長だね。これがいわゆる集中モード挙動ですよ。1回77ゲームで全長に入ったでしょ。で要は特定のゲーム数到達して行われる AT 抽選はもう終わってるんですよ。なのにまた全長に入ってるってことはその AT 抽選を集中して行われるモードに行ってる証になります。当たっちゃう場合もある。で大体ロングリーチ3ゲームでおしまいなんですけど、この後ですね、ポイント AT 抽選が行われる都度集中モードの移行抽選が行われるんですね。で例えばすでに集中モードにいた時はどうなのって言ったら、 A にいた場合は B 以上への昇格抽選が行われる。だから結果として、あ、来ましたね、これビンコちゃんね、これミニビンコちゃんって言うんですけど、集中モード中はもうビンコちゃんが出やすい。で今もう完全に集中モードいますんで、ここはね。で上位モードほど今みたいなあーあーとか待ってとかいうミニビンコちゃんが出やすいっていう特徴があります。で集中モードの上位モードほど何でもない外れ目でも AT 抽選するっていう特徴もあります。でもっと言うと集中モードっていうのは転落抽選で管理されてるんですが、これチャンス目ですね。転落率も上位モードほど優遇されるんですよ。要は落ちにくい上位にいればいるほど、ここはチャンス目ですね。まあ、集中にいなくても 10% で AT 抽選が行われます。
あ言い回し的に AT 抽選が行われるっていう言い方をしてますが、そうなんですよ、 AT 抽選行われるだけで AT 確定なわけじゃないから、そっから降格と定格を参照した上で設定ごとの AT 当選率で当たってくる。ちょっと集中終わっちゃったっぽいですよね。はい、いましたね。ミニビンゴちゃん通ってればほぼ内部的に集中だと思っていいです。これは弱チャンスですね。中断リプレイ外れで弱チャンス、集中でもなく定格で、集中でもなかった場合、通常状態であれば、通常時であれば 10% で AT 抽選が行われます。専門的に、なんでしょう、短縮されるということ、 10% 集中だからこの後の挙動ですよね。 10% 引っ掛けてればAT 抽選が行われるんで、当然前兆に行くと思います。これが集中にいると弱者目の3回2回 AT 抽選されたりするんでね、熱いんですけど、おおで、このメッセージ受信中、これが目に見える内部的な高確率状態、今高確ですね、さっきの弱チャンス目で上がったものと推測されます。だから高確への移行契機は真ん中のボール揃いと弱チャンス目、強チャンス目、これだけ覚えておけばいいです。で、高確に移行したらゲーム数管理ですね、最低11ゲーム、22、33、55、77、111っていうゲーム数ですので、真ん中のボール揃いであったりチャンス目が何ゲームで来たのかっていうのを覚えておけば、降格を 100% ここからここまで降格って認識することができます。確か今13ゲーム目、あと8ゲームは続きますね。今221ですね、回してるからもう行ってると思うんだよな。これで、ああいかない、これでバーン落ちればステージチェンジなんだけどね。あ、結構レアなパターン、前兆っぽくなくてロングリーチ出たイコール前兆だったってことが確定しますんで、2位でやっぱり行ってますね。となるとここは外してもその後集中いくかどうかです。はい、そして集中モードが期待できるところで、左リール中段ボールからの外れ目、こういうのは強チャンス目ですね。50% 以上では AT 抽選が行われます。すなわち設定1でもこの瞬間 30% では、違う、50の30だから 15% でビンゴチャンス当たります、ね、15% 以上で。ああいいですね、いいですね。おい、ちょっと強チャンス目のあれどうした、どこ行った、電波は良好になってきました。電波良好になってきたってよ。そろそろ私の出番が、はい来た、チャンス目から14ゲーム目。あーちょっとだけど内容が弱い。あーダメだ。
京ちゃん目からの抽選を外した。じゃあこの後の挙動ですよね。はい、来ましたね、ビンコちゃん。しかもこれあれですよ、あの子ついたから、あの子なんだっけ、あいつほら、あの子フリー君ついてるからね、より強いですよ。左から来ればもう C 以上、モード C 以上確定ですからね。で、もうね、転落率にすると集中モードの A だと大体14分の1ぐらいで落ちちゃうんですよ、通常に。だけど C まで行けば34分の1ぐらいでしか落ちない。 E まで行ったら64分の1とかでしか落ちないですからね。で、勝てて加えてなんてことない、こういう外れ目でも8回に1回ぐらいで AT 抽選しますから。で、8回に1回で当たるわけじゃないからね、8回に1回 AT 抽選して、そこから30%の壁だから、そこを勘違いしないように。で、広角だと30%以上で当たるの。定格だから当たんない、中期抽選したところで。なかなか中期抽選とか AT 抽選したところで。で、現状の挙動ですけれども、33、77、111、そして222ゲームとあらかじめ用意された周期ゲーム数4回到達してます。で、33ではうんともすんとも言いませんでしたけれども、77では集中行きました、行きましたっていうよりは集中を認識できました、認識できるイコール上位に行ってますのでね。で、111は集中中だったか分かった、222でもあからさまに行ってますってことは、3分の2で集中を認識できてるんで、この台は今のところ設定面は5です。5、これが設定1とかだと5回に1回しか集中を認識できなかったり、それぐらいの差になってきますので、で、次の周期が333で、色濃く AT 抽選が期待できるゲーム数なんですよね。で、その後がもうご存知の通り444、いわゆる仮天井ですよね。モード B と呼ばれているところ 35% で選択されるんですけど、その 35% 引っかかってれば444で当たりますよね。なので、朝一からビンゴを打つ場合は444ゲーム打つだけでも、まあ、設定の上か下かはなんとなく察することができるとね。早いでしょ、早いのよ、この台カンパが。で、もう説明しちゃいますけど、実はこれビンゴ厚打ちがあって、この透過性、透けて光が透けてる7ビンゴ7ですよね。これを狙ってこの上のビンゴが滑ってきてビンゴが揃った場合はリールロックチャンスのビンゴ揃いになります。で、今リールロックはビンゴ揃いの一部でしますって言いましたけれども、まあ、実戦上滑ってビンゴを揃った場合は高確率でロックすると。はい、逆チャンス。共通ベル引かねえんだよな、なんで共通ベル、100分の1だよな、あれな。はい、332、33、うわ、また動きなし。当たるときはおおむねここで天空いっちゃうんですよね。弱者目、弱者目ね、ライト演出なしですか。通信開始です。はい、今の
弱者目から上がりましたね。最低11ゲームですから362ゲームまでは降格です。で次がチャンス目から12ゲーム目なんですけど、ミンゴの降格メッセージ受信中になったら降格終わると同時にこれ消えます。おってことは11の次は22なんで、あと10ゲームは降格ですよ。はい、次がチャンス目から22ゲーム目ね、ちょうど終わるのよ。だからメッセージ受信中になれば 100% 降格は見抜けると。見抜けないのはメッセージ受信中にならない降格ですよね。つうかちょっと333でね何も起こんなかったのが気持ち悪いですね。さあ429、あと15ゲーム、あれなんだこれ、ちょっと末置きっぺーなちょっとずれてんのよ。なんかなんで今集中いった、集中じゃない前兆いった。433、さあちょっと勝負ゲーム来ましたよ。442、ちょっと弱くね、ちょっと大丈夫。はい、もう445です。あーこれダメくせー、どうすんのこれほんま。言わない、声小さいんだよ、すごいピンクのここは。